ちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、おっとぎさんのじゃじゃんソースを今日は食べたいと思います。おっとぎさんのレトルトのカレーを食べたことがあるんですよ。実は私昨日韓国から帰ってきて、韓国でねこれを見つけてめっちゃ美味しそうだなと思って買いました。ご飯にかけていいやつっぽいですね。本当はね10個ぐらい買いたかったんですけどもね、重たくて他のものも持って買って帰ってきたから、じゃじゃんパンはね、まあ、こんぐらいにしとこうと思って厳選しました。じゃあ作りたいと思います。の前に韓国でねいろいろ買ってきたんで、ちょっとそれのお披露目会をしたいと思います。バババババンババ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 バ、何が出るかな、何が出るかな、ドドドドドンドルドドン、じゃん、アワビご飯。韓国ってさ、アワビ料理多いよね。私のおやつを買いました。機会があったら SNS などに載せますので、よかったらフォローしてください。 Twitter、Instagram、TikTok、Facebook などなど。今回一緒に旅行に行ってくれた谷あさこちゃんがめっちゃおすすめって言ってたコンビニのプライベートブランド、そのコンビニでしか売ってないインスタントラーメン、確か25って書いてあったって書いてるコンビニにします。こちら韓国のさ、インスタントラーメン結構食べてきとるから見たことないやつをね今回買いました。辛ラーメンっぽい感じかな。韓国でめっちゃ美味しかったのがこれ、ご飯屋さんとかで黒いお米、雑穀が入ってる、わかんないんですけど、すごいもちもちプチプチしててめっちゃ美味しかったから、このご飯を2つ買ってきました。これも私のおやつ用です。じゃじゃんパンの全部ついてるバージョンですね。これもこのラーメンをね見たことなかったから買ってきました。一緒に食べようかなと思ってます。動画で唐辛子の絵とネギの絵が描いてある、ちょっと珍しい気がする。これラーメンかと思ってたけど、なんか炒め麺なんだ。でこちら、これねエゴマの粉なんだけど、スープとかに入れたらめっちゃ美味しかったからこれも買ってきました。そしてもうすでにちょっと食べています。これからねちょいちょい動画出していこうかなと思います。今日はじゃじゃん。じゃあ今回は本当に作り方いきたいと思います。この中にはね、これが一袋一人前入ってますね。これはね、もうご飯に乗せてレンジでチンするか、お湯で温めてレトルトカレーみたいにご飯にかけて食べるかですね。じゃじゃ麺のやつをお湯に入れます。温めます。目玉焼きを作ります。お店に出てたわかめスープもちょっと作りたいと思います。まずわかめを戻します。鍋にごま油、すりおろしにんにく、中火で加熱します。香りが立ったらさっき水で戻したわかめを加えます。そしてさっと炒めます。鶏ガラスープの素を加えます。そして水を加えます。ひと煮立ちさせたら塩で味調整します。盛ったご飯の上にじゃじゃんソースをかけます。おお、黒い黒い黒い、じゃん。そしてさっき作った10個の目玉焼きをのせます。今回おネギがなくて冷凍しといたやつをのせます。じゃーん、完成です。はい、もくすみだ。あー、めちゃくちゃ美味しそう。ちょっと食べてみよう、このソース。んじゃじゃん麺の味、懐かしい。私今回の韓国旅行でじゃじゃん麺とかじゃじゃんパンは食べんかったから、うわ、うまっ。じゃじゃん麺のご飯バージョンって感じ。何味って言ったらいいんですかね、なんか日本にはない味だから、意外と味濃いとか強い味じゃなくて結構優しい味。ご飯と一緒に食べます。あー、黒っ。うわー、ご飯と食べるとたまんねえわ。うまっ。うん、チェゴー。今回韓国旅行で覚えた言葉、チェゴー、最高。スープも、あー、味が濃いけどめっちゃ美味しい。黒米がね、すっごい美味しいよ、スープと一緒に食べると。これはエゴマの粉。おお、うんうんうん、うん、あ、美味しい。香ばしくなります。ご飯とね、こうやってスープをね一緒に食べるのがすごい好き。チリとかこうご飯にちょっとスプーンに使ってちょっと浸して食べるのめっちゃ好き。うん、じゃじゃんソースかかっとるから必要ないですけどね。
普通の白ご飯とか黒米の時めちゃくちゃ美味しい。今回韓国は本当に美味しいものめちゃくちゃいっぱいあって、いっぱい食べて最高だった。今日ニュッケってお店行ったんですけど、めっちゃ美味しくて、もうレバ刺しもマジでこんなに大きいお皿に乗って、レバ刺しと千枚乗って1500円とかで、ありえないこの値段と思って、もう最高でした。ユッケはね、このでっかい皿に乗って、レバ刺しが1500円とかだから、まあ、同じくらいかなと思ったら3000円くらいで、高いなと思ったけど、普通に日本で食べたらめちゃくちゃもっと高い。生肉大好きだからレバ刺しユッケ最高。さっきさ、取るの忘れとったけど、もちろん韓国のにも買ってきました。韓国は別に物価安いわけじゃないけど、食べ物は日本よりも安い値段で美味しいものがたくさん食べれる気がします。最高。白い T シャツでこれ食べたらもう大惨事ですよね。白い T シャツ着ちゃった。唇に脂肪を入れたからさ、まあ10日目とかでダウンタイムうまく動かせちゃう。変な顔しちゃったらごめん。今回でもまあ整形って言っても、整形は唇で、あとはなんかアンチエイジング系な気はするんですけど、ダウンタイム翌日から大食いしてたら口の周りとかついててもダウンタイム中だからですよ。普段ならもうお上品に食べるんですけどね、ちょダウンタイムなんでね、すいませんね。じゃじゃんパンにはたくあんとかはね、よくついてるイメージが私の中で。多分じゃがいもとかが入ったような具で美味しい。アナちゃんのおかげで韓国でやりたかったことがめっちゃいっぱいできて、すごい幸せだった。詳しい人と行くのがさ、一番楽しいよね、旅行って。今までし旅行行ってきて思うけど、ツアーとか自分たちとかで行くのもまあ楽しいけど、私は旅行で一番楽しいなと思うのは、地元の人か私と意思疎通できる人で、そういう詳しい人と行くのが一番楽しい。あさこちゃんもね、 YouTube やってて、説明欄に貼っておきますね。チェックしてみてください。マジ朝ちゃん可愛い。やばい、やばい可愛い。ご飯食べるの大好きで、すごい仲いっちゃう。優しい味すぎて辛いもの欲しくなってくる。まださ、脂肪吸引したところダウンタイム10日目とかなんだけど、叩いちゃまだ早くなったし。キムチと合う、うまっ。整形したいな。多分日本より結構安い値段でうまいところが多いと思うんだよね。でも本当に病院選びはすごい慎重しないと、それが難しいんだろうけど、それをクリアすれば日本よりも安い値段で結構いい手術が受けれるかなと思うんですよね。だから整形するなら韓国だな。でも韓国アイドルマジで可愛いもん。したいけどダウンタイムとかそういうの考えたらそこまでする価値はあるのかっていうね。どう思います？マジ韓国で飲むスープの味、わかめスープ、作り方もう覚えた。今回さ、ハンガン川ってとこに夜ピクニックに行ったの。すごくない？旅行でピクニックに行ったさ、ありえないよね。私ハンガン川かと思って普通になんかまあ楽しんだけど、その後インスタに載せたら、ブエムラいましたかっていうコメントがあって、で私さ、ハンガン川ってグエムルとかやと思って、私さ、グエムルっていう韓国の映画、確かポンジュナさんが監督してるんですよね。あの映画もすごい好きだったから、うわー、もっとなんかこれがグエムルかみたいな感じで楽しめばよかったので、ちょっとそれが悔しい。公園の中に図書館とかあってめっちゃ綺麗だし、すごいいいなと思った
どうでもいいことちょっとどうでもいいことなんですけど、行きはさ結構なんかテンションも高いからか知らんけど目覚めとったんやけど、帰りマジ眠くってこうやって飛行機がさ飛ぶ前結構時間かかるじゃん。その間こうやってなんかコーヒーをさ買ったやつを持っとったんよ、アイスコーヒーをね、バシャンってなってしまって意識失ってコーヒーこぼしてめっちゃ恥ずかしかった飛行機で。その説は本当に JAL の皆様すいませんでした。一人でお店に入って注文とかもねしたよ今回。みんな優しいからすごい楽しかった。韓国の人たち、もう一口です。ごちそうさまでした。おっとぎさんのジャジャンパン超チェゴー、美味しかったです。最高でした。レトルトだからさ、もう普通のご飯だけ炊いてそれにかければいいだけだからめっちゃいいよね。韓国の懐かしい味が味わえます。今回の旅行でジャジャンパン食べんかったけどね、好きなんやけどね、もう美味しいものがありすぎて。ジャジャンパンとっても美味しいので皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。運動が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツヒート&スマイル。では皆さん、うがい手洗いマスクソーシャルディスタンスしっかり対策して平和の世の中にしましょう。バイバーイバイバーイ。本日の体重測定です。言っておきたいと思うんですけど、私ですね、昨日まで韓国に1週間の旅行行ってたんですよ。もううますぎ、食べすぎで、絶対太ってるな。ですね、許容範囲かなって思います。旅行だとこれぐらいだとならいいんじゃないかなって思います。はい。